早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、やりかはひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。댄 내게 뭐 했었어? 여기 조심하지. 이게 야른 데스네.
走れるな。네가못했어야선배육집에쉬어야지走れない川までついていくんだ川の侍もう片方は地頭の配下そっちがいつも負ける愉快な遊びだ滝の裏だよ兵糧を溜め込んでおったのか町に入ったら私が話すそうしてもらおう何者だどうやって入った私はここの生まれだよ猛虎に見られたかいやそれより猛虎の囲いだが己侍の格好なんかしやがって誰から剥ぎ取りやがった野党じゃないクロード様だクロードだと宇治政様に会わせるが妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ佐藤さんにお知らせしろ直ちに宇治政槍川殿の末の息子の名だが槍川家は叔父上が追放したはず影じゃ未だに槍川がのさばってる乱は沈められても志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ猛虎が橋を渡ってくるお主らついてまいれ離れるでないぞ何でしょうか何やら騒がしいがこりゃまずい頭もいる町を落としに来たの猛虎は何が望みだ殺さないでくれアンバルメンズ槍川の民よ我が名は手もげこの部隊の長だ己らの返答次第で未来が決まる道は二つ我らが黒旗を掲げる前に
この門を開けば情けをかけよ。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない。やすやすとは降伏しないぞ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この堺の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。高を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。高は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。誠の戦いを見せてやるか。次はあの土を持ってた。あんたが。使わせてもらってたやつ。覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場。旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では
ばっかり足の指が6本もあったじいさん、この辺りに住んでた。言うな、話そらすんじゃない。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。
あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって自慢してた。タカ、ね、タカ、死ぬとこだったんだよ。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る二川用の皮も。お？座がある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。君がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの、あえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん。腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。
捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。戦うんだろ。さっさとやるよ。一人も逃がすな。
酒井殿、よくやった大黒、仲間を連れて槍川に戻れ直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな、まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろ。とわにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。